ありがとうございます。こんにちは。すいませんね、急に配信するって言い出してなんか昨日の夜なんだっけ、スパーク終わった後、ちょっと次これから忙しくなるからいつ配信できるか分かりませんみたいな匂わせ方をしといて、ちょっと普通に暇になっちゃったっていう普通に暇になっちゃったので全然次の日だった。次いつ配信あるかわかんないみたいなこと言ったのに次の日でしたそう、でも昨日はスパーク出て、もうあのすごい汗だくボサボサの髪の毛だったんですけど、今日はちゃんとメイクも今したばっかり、髪の毛も今したばっかりなので完璧ですそうだから多分昨日より分かりやすいかも。見て、前髪さ薄くしたのめっちゃ分かりやすくない？なんかすごい今時の女の子になりました。なんか今時感出てるくないですか、前髪の薄さ今時女子になりました。いい感じです。実は毛先もちょこっとだけ切ったんだけど、この長さで1センチぐらいしか切ってないから絶対にわからない。でも傷んでるところを切ったのでチルチルになりました。型チューブ見てありがとうございます。3週連続でガタチューブさん出演させていただいたんですけど、今日が3週目最後の週になりました。見ましたか？私はちょっと今新潟にいないのでリアタイできなくて、そうさっきでも YouTube で見ました早い、もう見た。そうありがたいよね、見逃し配信さ終わってすぐにさ YouTube に載せてくださるからさ、すぐ見逃し配信あるのめっちゃありがたいですよね。日またいだりとかしないのが。おかげで私ももう見ました。早すぎそう、あの大野亀とかもね出てきて、そうなんですよ。そうだよね、本当にありがたいよね、県外の方見られる。そう、しかも YouTube なのがありがたくない？いつでも見られるじゃん。なんか1週間限定配信とかじゃなくてさ、いつでも見返せるのがめっちゃありがたいですよね。ぜひあの県外の皆さんも見られるので見てくださいそう、3週連続出させていただいて、どの回もめっちゃ楽しかったです、すごく。そう、なんか今日のガタチューブさんはなんかすごいちょっとキュンキュンエピソードがキュンエピソードが入ってて、結構リアルな反応をしてしまいました。わーみたいなガチキュンキュンだった。友達と一緒に、あー嬉しい、ありがとうございます。見てぜひ。そういいなって思ってめっちゃ青春だった。そんな青春したことないまま大人になっちゃったすごい楽しかったので見てください。そう、あれもしかしてさ、今萌えちゃんもう終わった？もう終わっちゃったかな。うん、萌えちゃん終わっちゃいましたか。今日ね、新潟一番サンデープラスさん、萌えちゃん一人で、すごくない？1年前、約1年前ぐらい、萌えちゃんと2人で新潟一番サンデープ、あ今やってる？
すいません、なんかかぶせちゃって、ちょっとリアタイできないもんで。今出てた。すごいよね。そう、1年前ぐらいに2人で一緒にキャンプグルメみたいな、新潟一番サンデープラスさん行かせていただいたんですけど、そう、今は一人で出てらっしゃる。ねえ、すごい。そう、でもなんかあれ、写真見ただけなんだけど、私今その告知のさ、写真見ただけなんだけど、写真見ただけでどこの店か分かっちゃう。やばいですよね。あ、このお店気になってたお店だ、いいな、ロケで行けてみたいな。っていう、すごい写真だけでどこの店か分かっちゃいました。今だから見てないけど、多分当てられる。そう、だからさ、これからさ、リハ期間、コンサートリハとかで毎日リハとかで埋まっちゃうから、そのカフェとかご飯屋さんとか全然行けなくて、そう、だからちょっとインスタの更新率下がるなと思って。そう、だってさ、写真もさ、なんかそういうカフェの投稿もそうだし、自分の写真とかもなんかこう、あんま自撮りとかを載せるわけじゃないし、もうそんなリハ期間とか毎日汗だくぐしゃぐしゃの顔だから、そんなインスタに載せられるような顔じゃないから、そのカフェ投稿もできないし、自分の顔も載せらんないし。そう、だからなんか全然載せられなくなっちゃうなって思って。そう、ストックっていうか、なんか写真載せてない写真はあるんだけど、なんかさ、順番っていうか、その写真のこの投稿した時のその隣り合わせになる感じがあんまり好きじゃなくて、今残ってる写真が、そう、なんかもうちょっとこういう系の写真を載せてからこれを載せたいなみたいな。そう、それでね、どんどんね、すごいタイムラグが起きちゃうんですよね。いつ撮った写真だったっけなみたいな。だから載せてない写真とかを突然載せたりとかすることがあるんですけど、そう、だからめっちゃ更新率下がるな、インスタって思って。で、ストーリーね、頑張るね。ちゃんとでも毎日更新するっていうのを22歳の時に宣言して、なんかね、インスタってそのストーリーのアーカイブ自分で見られるんですけど、ストーリーって1日で消えるじゃん。でもなんかアーカイブは自分で見返せるんですよ。で、なんかそれがその上げた日のなんかカレンダーみたいになって、その日上げたやつみたいなのがカレンダーみたいになるんですよね。そうで、22歳になってからほぼ毎日ストーリーを載せれてて、ちゃんとだからカレンダーがさ、ブワーって全部画像が出てくるんですよ。に今のとこね、2日間だけ載せれてない日があったんだけど、でも2月とかそれぐらい、1月2月ぐらいに1日ずつぐらいちょっとストーリー載せられなかった日があって、それ以外はでも毎日載せれてるから、カレンダーがちゃんと埋まってて。そう、じゃあそのカレンダーに穴を開けないように頑張ってます。でもさ、ストーリーに載せるネタはなくなってきそうで怖いよ。頑張ります。そう、でも見てください。ちょっと更新率下がるかもしれないけど、見てください。そういう時は違う、自撮りは載せたくないの、嫌なの。あのエフェクトかかってないと載せられない、インスタに自撮りは。
ください。あ、そう、でもあの N クラップスさんのね方のインスタもやってるから、まあ、それは結構メンバー5人で順番で回して投稿してるんですけど、そっちもねあるからね。そう、昨日も投稿したんですけど見てくれましたか？昨日あれ配信終わった後だったよね。あ、そうそうそう、結構夜中に載せちゃった。フォローしました、ありがとうございます。見てくれましたか？たか？かたって言ってた。ファーブルトン、オレンジのファーブルトンと桃とリンゴのファーブルトン、昨日から発売されたらしくて夏の新商品です。美味しそうだった。なんか焼きプリンみたいな食感ですみたいな。早速食べてきました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。そう、あと今ねコラボパン第2弾であの NGT カレーパンというのをあの発売させていただいてまして、そうあれねすごいよ本当に、ぜひ皆さんに食べてほしいです。なんかそのこのコラボメニューを出すのがまあ夏だから夏っぽいパンを考えようみたいな感じで始まったんですよ。それでなんか夏っぽいパンなんだろうねみたいになって、そのなんだろう、なんか夏野菜とか使ったパンいいよねみたいになって、そうでなんかカレーパンになってじゃどういう流れだったか忘れちゃったけど、カレーパンになって、そうで NGT がね夏野菜ゴロゴロたっぷり夏野菜ゴロゴロたっぷりの省略で NGT カレーパンになりました。カレーパンこの間売り切れだった。本当に嬉しい。ぜひまた食べに行って、あの販売期間決まってるので期間内にぜひ。そう、それでなんかじゃあ夏野菜を使ったじゃあカレーパンにしようってなって、でもさカレーパンってさ一般的なカレーパンは結構揚げてあるこう全部包まれてるタイプのカレーパンじゃないですか。でもその N クラップさんが焼きカレーパンっていうのもあるよみたいな。普通のカレーパンって全部包まれちゃうけど、せっかくこう夏野菜をたくさん使うんであればこう色合いとかもあるし、カレーパンさっき食べたけど、あ、嬉しい、ありがとうございます。そうそうそう、それでなんかこの色合いとかもあるからこう全部包み込んじゃうよりかはあのお野菜とか見える方が色鮮やかになるし、揚げるよりも焼く方がまあヘルシーだから、ヘルシーだしなんか夏にさっぱり食べられるみたいな感じになって、じゃあその焼きカレーパンにしましょうみたいになって、でじゃあその夏野菜は何を入れたいですかってエネクロップスさんが聞いてくださって、でそれぞれなんかこう入れたい野菜を言わせていただいて、全部ね新潟の野菜なんですよ。それが新潟の夏野菜を使ってて、そうでそれを私たちがリクエストした夏野菜を全部入れてくださって、それでなんか最初の試作品みたいな感じで作っていただいて、それで食べたんですよ。でその時になんかほんと野菜の食感がめっちゃ生きて、なんかねその野菜も本当にすごくて、なんかこうナスとかも入ってるんだけど、ナス私が言ったかな、確かなんか従前ナス、新潟の従前ナスっていうのがあって、ナスって言った気がするんだけど、私がなんかそのナスとかもなんか普通に焼いちゃうとなんか色が出ないから、一旦なんか揚げ焼きみたいななんかしてくださったりとか、野菜もなんか下茹でしてくださったり、なんかねちょっととにかくいろいろ手間をかけてくださって、そのそう野菜もそうボイルしてくれてるのかな、そうもうなんかただパンに
差し込むだけじゃなくて、その野菜を一旦もうひと手間加えてからパンに入れてくださったりとかしてくださって、 それでなんか試作品みたいなのをいただいたんですよ。でなんかもうちょっとなんだろうな、サクサクした食感とかが、そう野菜のね食感とかがめちゃくちゃ生きてるんだけど、なんかもうちょっとサクサクした食感もあったら楽しいかもしれないですって言ったら、あじゃあ新潟レンコンもすごい有名だから、じゃあレンコンも入れましょうって言ってくださって、でレンコン入りにそうしてくださって、であとなんかその時試作品の試食の時に岡田さんもね来てたんですよ。そう、それでなんかあの私たちは普通にそのカレーパン食べた時にあの辛すぎなくて、多分子供でも食べやすい辛さで、すごいこれぐらいの辛さでちょうどいいと思いますって言ったのね私は。でも一緒に食べてた岡田さんがもうちょっと辛いのがいいって言って、あれなんか意見食い違ってんな。私がお子ちゃまの舌なのかな。甘口のカレーに蜂蜜牛乳入れてた人だから、そう、それでなんか意見が食い違っちゃって、あれみたいな。まあ確かにでも大人、まあ、男性とかが食べるんだったらもうちょっとパンチがある方がいいのかみたいになって、したらそのエヌクロップスさんが、じゃあそのなんかタバスコ別添えで自分の好きな辛さにできるようにしましょうかみたいな。したらなんか子供でも食べられるし、もうちょっと辛さが欲しい人はそれかければいいしって言ってくださって、今のになったんですよ。そうだから多分タバスコのこのちっちゃい袋が別添えであったと思うんですけど、そうだからそれをあのお好みでかけて辛さを調節するみたいな。そう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 、なんかあのカレー自体がちょっとピリ辛くらいなんですよ元のカレーが。 でも野菜の甘みと合わさることによってその辛さがこうちょっと中和されて、そうすごいちょうどいい辛さになるから、私はいいなって思ったんですけど、すごい折衷案をエヌクロップスさんが提案してくださってそうなりました。そうだからすごいめちゃくちゃいいパンが多分できたと思います。で、あれだけお野菜とかもたくさん入ってて、いくらだっけな、390円とかだったかな、とかだったから、そう結構お手頃かなって思います。あれだけ野菜が使われてて、しかもその野菜もすごい一個一個それぞれの野菜に合わせてこうひと手間加えてくださってて、それぐらいのお値段だから、最初ねなんか値段設定も私たちで決めていいよって言われたんですよ。そうでも350円かね、なんか値段設定も自分たちでやどうしますか、どれぐらいにしますかって言われて、でもさパンの相場わからないから、パンの相場わかんないからさ、えどれぐらいなんだろうみたいな言ったら、なんかえじゃあ48にかければみたいな、じゃあ480円とかにするって言ったら、クロップさんがちょっとそれは高いですねってそう言われて、でもさ私たちはさパンの相場わからないし、それぐらいなんかすごいこだわってこう手間暇かけて作ってくださってるから、それぐらいかかっても全然、むしろ480円ぐらいでちょうどいいと思ってたら、N クロップさん逆に、いやちょそれは高いですみたいな言われて、ああそうなんですかみたいな。そう値段、そうだからもう、ああじゃあもうなんかお任せしますでちょっと値段設定はエヌクロップスさんにお任せしちゃったんですけど、そうでもねなんか全体的に結構お手頃かも。なんか多分普通のパン屋さんよりちょっと値段設定低めの気がします、エヌクロップスさん。手頃、そうだから私たちもともと480円にしようとしちゃったパンなんですけど、ぜひ食べてください。そうなんかその前回のあのレモンのマフィン
とかもすごいいろいろこだわらせていただいて、もともとはめっちゃざっくりだったの。なんかレモンの輪切り乗ってたら写真映えして可愛いからなんかレモンの輪切りが上に乗ったなんかマフィンとかだとすごい可愛いかなみたいな、もうそんぐらいざっくりしか言わなかったんですよ。そう、でもそしたらなんかヨナクロさんがあの試作品を作ってくださって、中にねあのいっぱい多分レモンのレモンが入ってたと思うんですけど、そうなんかそれは全然その伝えてなかったっていうか、そこまで頭が回ってなかった全然。そうでもエナクロプスさんがそれを作ってくださって、中にレモンのねなんかコンポートみたいなの入れてくださってて、そうで食べてすごい爽やかで美味しかったんだけど、なんか生地を紅茶味にしたらどうですかねみたいな。最初普通の生地、普通のマフィンでレモンの輪切りと中にレモンのコンポートが入ってるみたいなやつだったんですけど、これ生地紅茶味とかだったらなんかレモンティーみたいになりますかねみたいなこと言ったのね。そしたらあ、じゃあ作ってみますって言ってくださって、紅茶バージョンを作ってくださって、そうあと中のそのさレモンのコンポートもすっごい美味しかったから、もっといっぱい入ってたら嬉しいですみたいなの言ったら、そうなんか倍ぐらい倍ぐらい入れてください、 1.5 倍いかないぐらいかなまで入れてくださって、そう食べて、そうそれであじゃあこれでってなって皆さんにお届けしたみたいな感じで、本当にねすごいたくさんご相談をさせていただいて理想のパンを作らせていただいたんですよ。そう本当にだから素敵なコラボをねさせていただけて嬉しいです。皆さんに美味しいパンをお届けできて、そう実はねまだ続きます。カレーパンの販売期間が終わったら次また別のコラボパンがあるので、ちょっとそれもすごいねすごい、もう一個のやつはだいぶ斬新です。ここまでも結構まあ斬新なもの、特にカレーパンとかもね結構今まで見たことない色鮮やかさのカレーパンで、そう斬新だったと思うんですけど次に出てくるコラボパンはもっと斬新結構すごいです。でもそれを実現してくださったことがすごい、なんかすごい無理難題というか、そんなパン見たことないけどみたいなパンを提案させていただいたらそれを形にしてくださってすごい結構インパクトあるパンが出来上がったと思うので、ちょっとそれもぜひね楽しみにしていただけたらなって思いますまた多分発売されたら N クロップスさんの、ね、インスタの方でも投稿すると思うので、ぜひちょっと楽しみにしていてくださいそうすごい本当にだからありがたいです、こんなにね楽しいコラボをさせていただけて、そうすごい楽しい、ぜひ皆さん行ってくださいね。なんかコンサートの期間にもなんかね発売できたら一番いいよね、シングルからコンサートの期間、ね、なんかこうそれこそさコラボパンとかさこの日からこの日までってこう期間が決まってるじゃないですか。だからなんかそのコンサートシングルリリースからコンサートの期間だけそのこの期間ごとに区切って販売してたパンをこうドンって出してもらえたらねいいけど、ちょっとわかんないお忙しいだろうから確かに会場で売ってほしい、確かにね出張販売みたいなのもねいいかもね。ちょっとね何かねせっかくねきっと県外から来てくださる方とかもいらっしゃると思うからね、ちょっとなんか何かしらねしていただけたら嬉しいですよね
楽しみにしててください。薄揚げパン、確かにリカさんもね、コラボメンバーの一人だから、ね、なんかできたらいいですね。今後もそのもう一種類のコラボパンをはじめいろいろとやっていきますので、楽しみにしていただけたらなと思います。お腹空いてくるね、こんな時間にパンの話したらお昼食べた？こんな時間にパンの話をしてはお腹が空いてしまうよ。昨日ね、私あれ食べました、スパークで牛串。そう、なんかスパークのキッチンカーみたいなめっちゃ美味しそうなのがいろいろあったんですけど、昨日ね牛串食べました。美味しかった。なんかさ、しばらくお肉食べてなかったからお肉めっちゃ食べたくて、そう、なんかさ体調崩しててさ、でも普通に食欲はあったから、まあ、食べてはいたんですけど、何食べてたんだっけな、まあ、1日目は結構死んでてゼリーとかだったけど、あ、でもまあフルーツとかお豆腐とか、何食べたっけ、何食べて過ごしてたんだ。あ、でもなんか豚汁みたいな、けんちん汁みたいなとか、なんかナスなんかでも野菜が多かったからお肉全然食べてなくて、そう、お肉が食べたかったので昨日牛串って食べて、久しぶりにお肉を食べました。スタミナめっちゃ美味しかった。そう、食欲はもう普通にあったから、体調崩してた時に逆になんか動かない、体は動けないのに食欲あるからめっちゃ困ってて動かないのに、普通にお菓子とかめっちゃ食べてたから、そう、困ってました。逆に今はちょうどいいバランス。でもさ、これからコンサートリハ期間とかお弁当とかがめっちゃ多分多くなるから、お弁当コンビニ食がめっちゃ多くなるから、じゃあそれがね困ってるちょっとバランス悪くなりそうだなっていうのはちょっと心配なんですけど、でもちょっとコンサートまでにいい感じに体を絞りながらちょっと頑張ろうと思います。ちゃんとね、アイス我慢してんだよ。ちゃんとアイス食べてない。もう7月入ってから。えらっ。頑張ってますよ。でもフェス終わりとかめっちゃアイス食べたかったけどね。我慢しました。頑張ります、コンサートまで。長いよ、コンサートまで。長い。そう、なんかアイスを耐えようって思ったらめっちゃ長く感じるんだけど、でもコンサートリハって考えたらめっちゃ短いんですよ。やばいやばいやばい、絶対間に合わんぐらいのリハ時間。そう、アイスのこと考えたらもう長くて長くてしょうがないんだけどさ、あと2週間3週間って感じなんですけど、リハって考えると結構マジでやばくて、
あんま進んでないと思う。だから大変。頑張ります。そんな時こそアイス食べたいところなんですけど、本当に頑張る。ちょっとじゃあそろそろ終わりにしようかな。12時半になったので。そうなんですよ、1ヶ月以上だからさ、アイス我慢するってなったらね、頑張ります。よし、ランキング13位ビールバラさん、ありがとうございます。12位シェンさん、ありがとうございます。11位クリキントン中間さん、ありがとうございます。10位トッシーさん、ありがとうございます。ファントムさん、ありがとうございます。おー危ない。8位ノートンさん、ありがとうございます。7位シンジさん、ありがとうございます。6位 MS さん、ありがとうございます。5位トシさん、ありがとうございます。4位カツさん、ありがとうございます。3位タカさん、ありがとうございます。2位ケイタさん、ありがとうございます。1位のサラさん、ありがとうございます。わーわーわー。それではこれから頑張ってきます。あー、これからフリーでレッスン、私の世界一大嫌いなこれから私の世界一大嫌いなフリーでもさ、そんなこと言ったらコンサート期間毎日フリーレじゃないですかもう毎日やだフリーレがアイドルやってて世界一嫌いな時間、本当に大っ嫌い。レッスン場にこもるし、覚えらんないし、踊れないしめっちゃもう大っ嫌い、本当に本当に嫌もうなんかこれから頑張らないといけないやだ、頑張りますありがとうございました。頑張ってくるよみんな頑張ってくるからね。